ちは、原町接骨院久松です。今回はストレスで胃が痛くなる理由ということについてお話しいたします。前回の動画ではですね、食べ過ぎなどの原因で胃腸が調子が悪い時、お腹が張ったりする時の対処法ということでご紹介したんですけども、今回はストレス、もう明らかにあなたにストレスがかかってしまう、その結果胃の調子が悪くなる、もう胃が痛くなったり、もう気持ち悪くなったりする、そういったことの原因についてお話しいたします。もうストレスで胃の調子が悪くなるというのはもう明らかに原因が2通りあって、1つ目はですね、ストレスをあなたが受けてしまうと、脳から指令が出て、副腎皮質というところからストレスホルモン、もうこれ名前言うとコルチゾールというんですけども、コルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。そしてそのストレスホルモンがあまりにも分泌されて、あなたの体がその滞留も長い時間ストレスホルモンにさらされるとどうなるかというと、あなたの胃の免疫力は低下します。免疫力が低下すると結果かからなくてもいい細菌の影響を受けてしまい、胃腸炎を起こしてしまう。それが一つ目の原因。そして二つ目の原因、あなたが必要時にストレスを受けてしまうとどうなるか。自律神経に乱れが生じます。基本的に自律神経っていうのは、もう動いてる時に優位になる交感神経と、休んでる時に優位になる副交感神経というのがあるんですけども、基本的に消化吸収っていうのは副交感神経がやってくれるですけども、ストレスが多い状態ですと、もう交感神経がもう常に優位になっちゃうんです。交感神経が優位になるとどうなるかというと、胃から胃酸というのは普段出てるんですけども、その胃酸から身を守る防御因子、胃を守る防御因子ってある、その部分が低下してるんですね。交感神経が活発になると、副交感神経が優位になることによって、この防御因子というのはどんどん出てくるんですけども、防御因子が低下する、ですから胃酸に胃が負けちゃうわけです。そうなると人によってはひどくなっちゃうと胃潰瘍もしくは胃炎を起こしてしまうわけです。ですからストレスを受けて胃の調子が悪くなった場合っていうのは、もうやることは2つあるです。1つ目はあなたに対するストレスを減らしていくこと、そしてストレスを発散していくこと、それが1つ目。2つ目はもう自律神経を整えていく、もう自律神経を整える整体なり、自律神経を整えるセルフケアをしていくというのが大事になります。そして、もしこのストレスの胃の痛みが出た場合、もう応急処置になっちゃうんですけども、応急処置としてどうするかというと、右側を下、あなたの右側を下にして横になってください。そうすると胃の出口って右を向いてるんですよ。ですから右を下にすることによって胃の中の方が出やすくなります、腸の方に。そうすることで胃の働きを楽にさせてあげることができるので、右を下にして寝ると、痛み軽減されることが多いです。ただね、それはあくまで応急処置、大事なのはあなたへのストレスを軽減していくこと、自律神経を整えていくことっていうことになりますので、ぜひね、そういったことに対する取り組み、セルフケアをしてみてください。またもしあなたがもうそういったことでどうにかしたい、ということでしたら、私があなたのお役に立ちます。当院の自律神経の整体では、そういった胃の痛みにお悩みの方、何人も解放されて楽になったというお喜びの声をいただいております。もし、あなたがこういったストレス性の胃の痛みで悩んでいて、病院の薬でもどうにもならないという場合、ぜひ私に電話でもメールでも LINE でもご相談ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。